This is so cool. So weird. この人たちは一体何を吸い込んでいるのでしょうか。そしてなぜこんなに低い声に。もしこれが大気中に含まれていたら何が起きるのでしょう。これがホワットイフ、もしだったら。今回はもし大気の 10% がディープボイスガスだったらについてご紹介します。六福化硫黄というと長ったらしいですね。本当に一般的には SF6 もしくはディープボイスガスとして知られています。なぜなら、まあ声を低くするからです。 What happened to your voice? What do you mean, what happened to my voice? I heard you by the bridge, I know what a girl sound like. I'm not a girl, I'm a boy. ですが、六福化硫黄はただのお高いパーティーグッズではなく、絶大な影響力を持つ温室効果ガスで、空気の5倍の重さがあります。六福化硫黄の密度こそが、吸い込むと声が低くなる理由です。しかし、あまりに多量に吸収すると、低くなるのは声だけではないのです。六福化硫黄は無毒ですが、急に大気の 10% を構成するようになったら、私たちはガラガラの声になってしまいます。大気の大部分は酸素が 21% と窒素が 78% でできています。人間が正常に呼吸をするには酸素が 19.5% ほどの大気が必要で、大気中の酸素の 10% を六福化硫黄に置き換えた場合の酸素が 18.9% の状態でも、実は生きるには十分です。しかし、ここで問題が起きます。SF6 は空気の5倍の重さがあるので、吸い込んだ時に軽い酸素を肺の中で圧迫するのです。それが今度は血流に流れ込む酸素の量を減らし、ゆくゆくは気絶してしまいます。うまくやっていけることもないでしょう。六福化硫黄は100年にわたっての地球温暖化係数が二酸化炭素のおよそ 22,200 倍もあり、大気中に 3,200 年もとどまることができるのです。それにもかかわらず、六福化硫黄はよく漏れやすいパーツの電気絶縁体として使われています。研究によると、SF6 を含む機器の 15% には漏れが発生しているようです。もう少し説明しておくと、たった1キロの SF6 には24人の人がロンドンとニューヨークを往復フライトするのと同じだけ温暖化を進める効果があるのです。しかしこの危険性にもかかわらず、 SF6 を用いたパーツは2030年までに全世界で 75% 増加すると予測されています。幸いなことに地球の大気の 10% が SF6 になることはありえません。そんな世界で生きるなら、肺を徹底的に改造しなければなりません。言うまでもなく、種の起源もまるっとね。よく考えてみると、ディープボイスガスが 10% の大気の中でも、生き抜けそうな生物は存在しました。強い、8本足のクマムシです。こういった微生物に近い生き物は、とんでもなく極端な状態でも生きることができるのです。超新星の爆発やガンマ線バーストが起きても、でもそんなことが近い将来に起きる可能性はあるのでしょうか。しかし、それはまた別のホワットイフで。